横沢貴則さん皆様おはようございます立憲国民新緑風会社民の横沢貴則でございます提出法案について質問をさせていただきます本日もどうぞよろしくお願いを申し上げますまた学校再開に向けてご尽力をいただいております文部科学省をはじめ各教育委員会 教育現場のの職員の皆様に敬意と感謝を申し上げま,すまず冒頭、新型コロナウイルスの影響による学校休,業休校、学校再開についてお伺いをいたします。2月27日にありました一斉休校の要請は、安倍総理の政治判断によるものでした。そして、3月20日に全国一斉休校要請を延長しないとして、 感染拡大の地域を除き4月からの学校再開を促されました学校再開について発表した後三連休は外出する人も見受けられました再開発表後から東京都の新型コロナウイルスの感染者は右肩上がりに増えてきました中にはオリンピック・パラリンピックの延期が決まってから感染者が軒並み増えてきたという声もあります 今回の件で、学校休校、学校再開が国民全体に与えるメッセージ性は、極めて重いものがあると改めて感じました。大臣、この学校休校、そして学校再開のメッセージ性のこの重みについて、大臣はどうお感じになられていますでしょうか。萩生田文部科学大臣 あの特に全国一斉で,です、ね、休校をお願いをしたというのは過去にもなかったことなのでそういった意味ではあの国民の皆さんに感染が拡大している地域もあるいはその身の回りに感染者がいなくてです、ね、なかなか実感として感じていただかいなかった地域の皆さんにもです、ね、このコロナ対策に対しての思いというものが高まったという点では大きな成果があったのかなというふうに思っております。他方 やっぱり子どもたちあの日々の暮らしの中で学校というのは極めて重要な施設拠点でありましてあのこの間 学校休むことによって様々なです、ね、さまざまな社会活動にも大きな影響を与えたということは、重く受け止めていかなくてはならないと思いますあの時には、とにかく子どもたちの安全を守るということを第一に判断を両としましたけれども、再開にあたっては、ですね今、先生ご指摘のように、あの3連休で何かこうトンネルから抜けたかのようなですね、 あの思いを持ってしまった方も中にはいらっしゃるんだと思いますけど決してそうではなくて、緊張感を持って感染拡大防止に力を入れながら、言うならば恐れを持って再開に臨んでいただくことを、再開をする自治体とは連携を取りながら、しっかり対応していきたいと思っています横澤貴典さん。ありががとうございいいいいままますすそれではまず学校休校休長引たた場合の授業日,日数についてお伺いをいたします 臨時休校を要請する2月28日付通知において、制度上は今回の臨時休校により、学校教育法施行規則に定める標準授業日数を下回る場合でも問題ないとされております。また、補充の授業日数の必要性について、4月3日付の通知で送付されている Q&A の中にも、補充の授業を必ず行わなければ ななならないものでではなく各学校で弾力的に判断することとなるようですこの点について、改めて確認と、新年度においても方針に変わりはないものか、えー、お伺いをいたします萩生田文部科学大臣学校保健安全法第20条に基づく学校の臨時休業の措置が行われた場合、当該臨時休業期間中は、指導要録上、 事業日数に含まないものとして取り扱われるため、欠席として記録されることはありません。また、臨時休業により、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合は、そのことのみをもって法令に反するものとはならず、児童・生徒の各学年の課程の終了、または卒業の認定等にあたっても、弾力的に対処し、 その進,級進学に、不利益が生じるるるここことととのないいよう配慮すすを依頼しているところですさらにその場合においても児童・生徒が授業を十分に受けることができないことによって学習に著しい遅れが生じることのないよう補習等を通じて学習支援を行っていくことが重要であり今後とも学校の臨時休業を行う自治体と緊密に連携し着実に取り組んでまいりたいと思います。あの4月以降の対応についても 3月の休校時と同じ対応を引き続きお願いしてまいりたいと思っています横澤孝則さん。はいありがとうございます。えー、今、答弁いただいたように、変わりはないことということなんですが、現場の先生の中には、年度が変わり、ですねあの認識がまだ曖昧な先生も大勢いらっしゃるということです、そしてあの不安を抱えながら働いている方もいらっしゃるということをお聞きしましたので、 これまた文科省の方でです、ね、ぜひ分かりやすくまた発信していただきたいとは思うんですが、この点について、いかがでしょうか丸山初等中等教育局長。 あの非常にに大事なあのご指摘だというふうふ考えておりますあの先ほどもお話がありましたように我々々、われわれもさまざまな Q&A 等で,ですね周知を図っているところですけれども、適時適切にさまざまな形で,ですね情報提供をしっかりやっていきたいと思っております横澤貴則さん。ありがとうございます。はい、それでは、設置者ごとに学校休校の継続が再開か、判断が分かれる点について、お伺いをいたします。 3月26日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府の対策本部が設置されまして、これを受けて、各都道府県にも教育委員会も構成員となる対策本部が設置されました。学校の再開をめぐっては、都道府県の境目や市町村の境目の問題もあります。 隣の地域と学校再開休校,休校で判断が分かれる場合も当然出てくると思いますで、主な生活圏が隣の地域だったりということも当然想定されます地元岩手県だとですね、あの隣宮城県気仙沼市で4月5日に感染者が発生しましたすぐ隣は一ノ関市で県北ですと八戸でも4月3日に感染者が発生しております ともに生活圏は一緒でございますこのような場合です、ね、設置者も非常に判断に悩みです、ね、再開休校の根拠を示すことが非常に難しいと思いますで。文科省が一概に判断できる事案ではないとは思いますが、もう最後の最後、この判断に迷ったときに、文科省としてこのような場合、どう判断したらよいものなのか、まず大臣のご見解をお伺いいたします萩生田文部科学大臣。 地域一斉臨時休業については、新型コロナ感染対策感染対、感染症対策専門家会議の分析提言によれば、感染拡大計画地域における一つの選択肢と示されているところです。また、学校については地域のみならず、生活圏ごとの蔓延の状況を踏まえていくことが重要であると示されております。地域の感染拡大の状況は様々であり、また、児童・生徒の生活圏や学校種 ままた児童生徒の発達段階により異なると思いますこのため、設置者により判断が異なるのは当然の帰結と考えますが、文科省としては、それぞれの個別の状況に即して、必要な情報の提供や助言を行うことにより、教育委員会等の設置者をしっかり支援してまいりたいと思います。ちなみに、今日仮にです、ね、緊急事態宣言が発令されて、都市が指定された場合には、その都市については違う対応をしていかなきゃならないと思いますので、現在発出しているガイドラインと、これから指定をされる、 言われている7都府県の対応については若干対応といいますか国としての支援の仕方が変わってくることはご理解いただきたいと思います横澤貴則さんはい、ありがとうございます次にあの公立と私立私立の判断が分かれた場合についてお伺いをいたします私立の学校は学校ごとの判断となると考えます同じ地域の中で公立 公立学校と私立学校の判断が違うというケースが、これからも考えられます、このような公立の設置者と私立学校の設置者の温度差について、文科省としてどのように対応していくお考えでしょうか丸山局長お答え申し上。お答え申し上げます。あの専門家会議では 例えば、感染拡大警戒地域において、その地域内の学校のまあ一斉の臨時休業も選択肢というような定義がなされているわけでございまして、そういった場合において、学校については、いわゆる地域のみならず、生活圏ごとのまん延のまあ状況等を踏まえていくことが重要であると。 いうふうにされているわけでありまして、臨時休業のあり方について、児童・生徒の生活圏内においてどの程度の感染が広がっているのかといったようなことを、細やかにですねえしっかり見極めながら、地域や児童・生徒の実態を踏まえて対応していく必要があると思います。そそれぞれれぞののののエリアの中で,ですね公立学学校かかから私学どこにまあ所在をしているのかとかあるいるるとあは 私学の場合であれば、通学がですね公共の交通機関を使っているようなケースも当然あるだろうというふうに思いますし、そういったさまざまな条件もいろいろ加味をしながら、それぞれで考えていくと、検討していくと、設置者の方で考えていくということになろうというふうに思いますけれども、あのそのあたりについてあの、先ほど申し上げましたように、えー、しっかりしたあの政府全体のですね役会の情報等について、しっかり周知をしながらですね、 それぞれ対応を促してまいりたいというふうに考えております。横澤貴則さん。はい。あの公立学校とし、あの私立学校のそういう情報共有の場っていうのはあるあるんでしょうか。すいません丸山局長。あの公立の学校については。 地域の中でそのあの教育委員会の所管でございますし、それから私学については、首長部局のえまあ学児といったところの所管でもございますけれども、それぞれのお中での,えお互いのお互いの間での情報提供というのがあるかどうかというのは、ちょっとにわかにはそれぞれの自治体の中での話かなというふうに思いますけれども、いずれにしてもしっかりした情報提供をまあ国としてはですね、 行っていくといったことかなというふうに思っております。横澤隆則さん、はいありがとうございます。そのやっぱりこう情報を共有する場がこれからコロナウイルス感染症の対策について必要だと思うんですが、それは文科省の方でちょっとそのような対応をしていく考えはありますか。丸山局長、あのこれからあのそれぞれの都道府県において対策の本部が 設置をされるるととといいうことになると思いますその対策本部の中から、ですね、えー、対策本部において、えー、それぞれのまあ学校設置者に対して、えー、要請であったり、またあの指示といったようなことも出てくるのかなというふうに承知をしておりますので、基本的にはその各都道府県の対策本部において、えー、検討していくということになりますが、あの文部科学省からも様々な通知、それから先ほど申し上げた Q&A、A そういったものを使いながらあの政府全体としてのですね情報提供ということについてはしっかりやっていきたいと思いております横澤貴則さんありがとうございますぜひあの情報共有できる場を作っていけるように取り組みをお願いしたいと思いますえ次にですねあの新,新型コロナウイルス感染者及び医療従事者等家族に持つ子どもへの 偏見や差別についいいてお伺いをいたします新型コロナウイルス感染症が拡大する中、学校休校や外出自粛もあり、子どもたちには大きなストレスが生じております。その中で、感染者の家族や医療従事者を家族に持つというだけで、その子どもが偏見やいじめを受ける事例が報道されておりました。 学校内外での偏見やいじめに対して、どのように認識し、対応を検討されておられますでしょうか、文科大臣のご見解をお伺いいたします萩生田文部科学大臣。新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見は、決して許されることではありません。このため、2月7日に保護者の方や教職員の皆さんに対する私からのメッセージとして、正しい知識に基づいて冷静に行動すること、このため、正確な情報を収集・把握すること、 いじめや偏見は決して許されることではなく、適切な対応を取っていただくことについて、文部科学省ホームページの特設サイトに掲載するとともに、SNS 等で発信をさせていただきました。また、3月24日に作成した新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドラインにおいて、感染者、濃厚接触者とその家族、この感染者の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為は、 断じて許されないこと新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識をもとに発達段階に応じた指導を行うことなどを通じこのような偏見や差別が生じないことに生じないようにすることを改めて示させていただきました新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見が生じないよう引き続き教育委員会等と連携しながら子どもたちに寄り添った適切な対応を行ってまいりたいと思います横澤貴則さんはい これはあの社会全体の,あの空気感もあると思いますが、ここはぜひですねあの大臣のリーダーシップで、偏見やいじめが発生してからこう対応するのではなくて、先手先手の取り組みが必要だと考えますが、大臣、いかがでしょうか萩生田大臣あのご指摘のとおりでありまして、2月の段階ですでにあの学校現場にそういった。 メッセージをですね発出をさせていただいて、この間、休校になるまでの間に、あの各学校の総合学習の時間ですとか、道徳の時間などに、このことをテーマに、多くの自治体が取り組みをしていただいていると思います。あのいずれにしましても、まだこの状況が続きますので、そういった皆さんへの偏見や差別があってはならない、このことを改めて、ですね教育現場としっかり共有していけるように、努力をしてまいりたいと思います横澤孝則さん。ありがとうございます これはです、ね、あの子どもだけの問題ではなくてです、ね、あの親も含めてです、ね、あの新型コロナウイルスに対しての偏見や差別をなくすために、政府としてです、ね、あの強いメッセージが必要だと考えますが、大臣、すみません、もう一度、いかがでしょうか萩生田大臣あの例えばです、ね、指定区域に指定されるであろう東京都などにおいては、まあ、医療崩壊が寸前まで進んでいるということで、えー、今日から民間のホテルを借り上げて、 軽症の方症状のない方にはそこに移っていただくという新たな方策を試みると承知しておりますその関連で我々も所有しているですねえ文科省所管の施設を東京都にお貸しをする用意を今させていただいておりますあの近隣の皆さんにもきちんと説明をした上でやっぱり社会全体でこういった環境を整えていかなければですね誰もが感染するリスクがあるわけです今は健常体であっても明日は自分がですね 患者さんになる可能性もあるわけですから、ぜひこういった取り組みもですね社会全体でご理解いただけるように、あの政府全体でこのことはしっかり取り組みを改めて、先生の今のご指摘も踏まえて、頑張ってまいりたいと思います横澤隆則さん。どうぞよろしくお願いを申し上げます、えー、次に、ですねあの部活動に関わる問題なんですが、あのスポーツくじ、都とから助成を受けて、ですね地域型スポーツクラブが地域の部活動を支えている現状があります。 そこでですね新型コロナウイルスの影響で、都とですね、都との、えー、大会が軒並み中止になっております。都とについては、えー、身近にスポーツを楽しめる環境整備などのスポーツ振興の財源確保のために導入されており、地域型スポーツクラブにも助成しています。その地域型スポーツクラブ等が部活動や地域の学校教育と密接に関わっております。 その現状の中、今、スポーツくじのスポーツイベント、大会が軒並み中止になり、都とも発売されておらず、財源が確保されていないと考えられます。ということは、スポーツ振興全般への助成も減り、部活動や学校教育への影響が予測されます。えー、都との財源確保が難しく、来年度のスポーツ振興助成につきまして、えー、文科大臣、ご見解をお伺いいたします。 滝本次長お答え申し上げます令和元年度のスポーツ振興投票の売り上げは、新商品のメガビッグの発売などによりまして、1000億円台に到達するペースで順調に推移してきたところでございましたが、新型コロナウイルスの感染拡大による J リーグ開催延期の影響等により、最終的には938億円。 これは対前年度比で10億円の減でございますが、にとどまったところでございます。この売上によります、令和2年度、新年度のスポーツ振興くじ助成財源につきましては、対前年度比で4億円減の約150億円を確保したところでございます。まずはこの財源につきまして、スポーツ振興の観点から、効果的な配分に努めながら、 翌年度以降におきます安定的な財源確保のため、スポーツ振興投票の売り上げ拡大に努めてまいりたいと考えております以上ですで横澤貴則さん、はいえー。そうですね、売り上げ拡大に努めるということなんですが、まあ、大会が開かれないと、売り上げもないわけですので、えー、スポーツくじですね、トトビック・スポーツ振興助成金は、今まで約1933億円、これまで、 913億円を国庫に納付し、教育、文化、青少年、健全育成、スポーツの国際交流事業に充てられております。新型コロナウイルスの影響で、大幅な減収、大幅な減収分が考えられ、これは国が今後、支えていくべきだと考えますが、萩生田文科大臣、この件に関して、ご見解をお伺いたします萩生田大臣。 あの今、次長が答弁しました通おり、まあ、令和2年度については一定の財源確保をされております、先生ご指摘のように、これあの、J リーグの試合が始まらないと、ですねととも当然売れないわけですから、あの売上見込みがですね立たないというのはもう現実問題だと思います。2年度については、このお金でしのぎながら、ですね仮にそういう状況が長く続くことであればですね、 これはのこの財源から今ご指摘があった地域のスポーツクラブやさまざまなスポーツ活動に支援をしているわけですからそれが滞ってしまったら何の意味もないのでその場合には新たな局面になった場合には国の責任でですねそれはしっかり対応していきたいと思っています横澤貴則さんありがとうございます対応いただくということで答弁をいただきました、えー、続きましてあの文化観光についてお伺いをいたします、えー、まず この委員会でも何度も議論になっておりますが新型コロナウイルス感染拡大で文化観光への影響についてですが2月26日に政府が全国的な大規模イベント等の自粛を要請いたしました全国から人が集まることによる各地への感染リスククラスター発生の可能性を考えればやむを得ないことですが 自粛が長引くことで、文化イベントの関係者は、ますます経済的にも、経営上も非常に苦しい状況に置かれております。総理は3月28日の記者会見で、こういう時だからこそ、人の心を癒す文化や芸術、スポーツの力が必要です、困難にあっても、文化のともし火は絶対に絶やしてはなりませんとおっしゃいました。大臣も3月日日今回のののコロナによって日本の文化芸術の灯火が 消されるようなことがあってはならないと答弁されました文化芸術関係者に対しての支援緊急経済対策が発表されると思いますがどのようなものを今行う予定か保障が行われるのかお聞きしたいと思います今里次長ご指摘のように新型コロナウイルスの感染の拡大を受けまして さまざまなイベントが中止、そして文化観光の源泉となる文化支援の公開等につきましても、影響が甚大なものとなっているところでございます。文化イベントの中止ですとか、延期、それから規模縮小、博物館等の文化施設の閉館、または開館時間の短縮等の対応ということが具体的なことでございます。でお尋ねの緊急経済対策の関係でございますけれども、これにつきましては、 関係省庁と連携をいたしまして、まず、事業継続や生活維持にかかる支援、これは文化芸術関係者ということでございます。それから、新型コロナウイルス感染症対策を含め、活動再開ということがありましたら、その時に向けた支援ということ、それから各地域での多種多様な文化芸術の体験や鑑賞の機会創出などについて検討をしているところでございます。 引き続きこの困難を乗り越えるために、文化芸術に関わる皆様の意見を聞きながら、文化芸術の振興に取り組んでまいりたい、このように考えております横澤孝則さん。はいあの文化のともし火を消さないように、今、非常に厳しい状況ですので、引き続き長期にわたって長引いた際の検討も今からよろしくお願いを申し上げます、えー、文化観光の法律案についいてお伺いします。 従来にも同様の事業がある点についてですが、令和2年度予算には、本法律案で認定された拠点計画、地域計画に基づく事業に対しての支援を行う新規事業として、博物館クラスター推進事業が計上されております。一方文化化庁は平成30年年度度び令和元ににも同種の事業を計上し観光振興多言語化による 国際発信、ユニークベニューの促進など、博物館を中核とした文化集積地区、クラスターの創出に向けての支援を行ってきました、従来の予算事業を充実させていくのではなく、あえて本法律案を提出する必要性は何なのか、従来の予算事業には何の問題があったのか、お聞きをしたいと思います。今里次長 今、ご指摘ございましたように、従前より博物館クラスター形成支援事業という事業が私の事業でございまして、これは博物館を中核として、地域の文化支援の面的一体的整備を行うために、地域の歴史、芸術等の魅力発信ですとか、開館時間を延長する、こういった取り組みなどに対する支援を行っていたところでございます。 でこうした取り組みを本法案と相まってさらに進めるために、今ほどございました新たな博物館等を中心とした文化クラスター推進事業というものを、この法案がによりまして、認定が行われた計画、拠点計画、地域計画での取り組みに対して、支援をするということを考えているところでございます。まずあの、既存事業から支援対象経費を拡充した点についてご説明を申しますと、 新たに文化支援の磨き上げですとか、w i f i キャッシュレスの整備、それから学芸員等の確保、バリアフリー、展示改修等の整備等について、支援を従前より上乗せして行えるというところでございますであの。こういった点を加えていくということは、私ども、その従前の事業を進めて、それから地域からの声をいろいろと丁寧にお伺いする中で、 やはり、例えば観光ととのの業者との観光事業者との連携が不十分である点ですとか、あるいは交通アクセスの点でありますとか、それから外国人の対策というところが、まだまだこれから取り組んでいきたいという声を非常に聞いているところでございますので、ここのところを支援するというスキームを法案とこの事業で進めたい、このように考えて提出しているというところでございます横澤孝則さん。はい ありがとうございます部会でもいろいろと議論をしたんですがあのひ、非常に分かりにくいって、皆さん、あの議員の皆さんも頭を抱えてましたが、あのまあ、そういうところでございます。はい、それではあの次に、えー、拠点計画、地域計画の作成、特に学芸員の育成等についてお伺いをいたします。実効性のある計画作成や的確な計画認定が、この事業の成功の鍵を握ることとなると思います。 計画作成に関わる文化施設側の中心的な人材としては、資料の専門家である学芸員が考えられると思います。ただし、現状の学芸員は、資料の収集、保管、調査、研究などの関連事業についての専門的事項を司るとされ、業務が非常に多岐にわたっています。その上、学芸員の数の平均は、博物館法の、博物館でも1館あたり4人。 博物館類次施設では0.76人に過ぎません。こういった体制の中で、特に小,小規模の地方の博物館などですと、拠点計画、地域計画の作成にチャレンジしたいと思っても、それを申請するだけの時間と余力がある,あるかという問題が生じます。拠点計画、地域計画を作成したいと思った施設が、チャレンジ可能となるような環境づくり、特に小規模の博物館の 実情を踏まえた学芸員等の配置の充実を実現できるような取り組みが必要,では必要だと考えますが、この点について、どうお考えでしょうか今里次長。はい、まず先生ご指摘のように、この拠点計画、地域計画、こういったものに基づきまして、文化支援の魅力の向上等に取り組む。その際には 文化支援について専門的知見を有する学芸員の方々、こういった方々の人材の育成確保というのは非常に重要であります。また同時に、この文化観光の推進におきましては、文化支援の魅力の解説紹介ですとか、情報発信、それから関係者間の調整など、文化観光の推進に関する専門的知見を有する人材の育成確保。 これにも取り組んでいただくと、こういうことが重要であるというふうに考えているところでございます。で、このため、本法案の関連予算でございます、先ほどご説明いたしました。 博物館等を中核とした文化クラスター推進事業では、えこのような学芸員や文化観光に対応できる職員にかかる人件費に対して支援をすることとしております。また、学芸員の育成え、あるいは能力の向上といったことにつきましては、従前より学芸員に対する研修ですとか、さまざまな支援を私のおともと行っているところでございまして、これは引き続き充実させていき、この文化観光の推進の にも担い手となる部分の学芸員の育成さらに進めていきたいと考えてございます横澤貴則さんはいありがとうございます次に拠点計画地域計画の認定特にバリアフリー関係についてお伺いをいたします拠点計画地域計画が認定された場合共通乗船券の発行バス、えー、船便の増便手続きの簡素化といった特例措置が受けられますしかしながら 地方圏によっては、そもそも地方交通が脆弱な地域もあります。また、高齢者や障害者がスムーズに乗り降りするためのバリアフリー化が遅れている地方もあります。地方などの交通公共が脆弱な地域に所在する文化観光拠点施設への交通アクセスの向上させるための方策を、どのように考えていますでしょうか。また、今回は東京オリンピック・パラリンピックを契機としたということですが、 国内外からの来訪者も考えて、アクセスの向上、バリアフリー化の促進について、文科大臣、どのようにお考えでしょうか、はい、今里次長。えー、まず バリリアアフリーと交通アクセスのの向上の観点でございます委員ご指摘のように文、文化観光の推進に当たりましては、さまざまな年齢層、それから国籍や文化背景を持つ方、障害者の方など、国内以外からの多様な来訪者に対して、文化資源の魅力に触れる機会を提供することが重要であると考えているところでございます。 そのためには、もちろん、缶そのもののバリアフリーでですとか、多言語化、w i f i などによって魅力をきちっと伝えていくと、こういう取り組みが必要でございますけれども、今ご指摘のありました交通アクセス、これも非常に重要な観点でございます。そのためでございますけれども、本法における拠点計画と地域計画におきましては、文化施設等が交通事業者等と連携をして、さまざまな交通手段を活用した 快適で満足度のの高いい交通アクセスの次元に取り組むことを想定してございますでその際には、障害者の方、それから外国人の方も含めた幅広い来訪者を想定いたしまして、各交通手段のバリアフリー化の観点、それからこの交通アクセスにかかる表示の多言語化ですとか、そういったことにも取り組んでいくと、こういうことを想定しているところでございます。横澤さん はい、いろいろ想定しているという答弁でしたが、えー、文化施設等のバリアフリーはえー目が行きがちなんですが、やっぱりあの文化施設へ行く交通のアクセスっていう部分ですね、あの点々ではなくてこう、こうルートでつなぐ、ちゃんとラインでつながるようなバリアフリーが見落とされ,見落とされがちなんです。大臣、ここはしっかりと取り組んでいただきたいんですが、どうでしょうか、はい、萩生田大臣。 あのご指摘のとおりでありまして、この法律の言うなら、肝はですねまあ同じ文化施設でも、どちらかというとあの地域に依存してて、あまりその脚光を浴びなかった、外からなかなか人を呼び込むことができなかった、しかし、学芸術的にいろいろ調べていくと非常に深みがあって、そういったものを多言語で解説をしたり、さまざまな環境を整えることによって、 日本国内の他府県の人たちからも来ていただく、あるいは外国の人たちにも見てもらうっていうそういう魅力ある資産を持っている自治体にぜひ磨き上げで頑張っていただきたいっていうことであります。で合わせてそれをきっかけにあの施設のバリアフリー当然のことですけどそこへ行くアクセスも含めたですね。 公共交通機関、道路、交通網、こういったものの整備というのも同時にやることで初めて意味があると思ってますので、これを機会に、あの文字通り拠点として、クラスターとして、まちづくりの一環として、ですねあのしっかり使っていただくことが大事だと思っておりますので、あのこれは国交省とも連携をしながら、ですねしっかりこの事業に合わせて支援をしていきたいと思っています横澤孝則さん。ありががととととうございいまますすすこここここででねここが肝,肝となるところだと思いますのでぜひ あのしっかり取り取、えー、それですねあの、聴覚障害の方についての配慮についてちょっとお伺いしますがあの、調査によりますと、聴覚障害者用の字幕スーパー入りの映像などが整備されている博物館は1割にも、1割にも届いてないというあの情報があります。聴覚に障害のある方が、目で見て文化についての理解を深めることができる対応が必要だと考えますが、 えー、この点について、いかがでしょうか。今里次長 先ほど申し上げましたようにあの、多様な来訪者が当然想定されるところでございます。その中にあの障害者の方ということで、先ほどまあバリアフリーという、どちらかというと物理的な障害についてのことを比較的中心に申し上げたところでございますが、視覚に障害を持たれる方、あるいは聴覚に障害を持たれる方、それぞれにつきましては、展示の工夫、それぞれの多様な方々のまあニーズといいますか、状況に応じた形での魅力がきちっと、 伝わるといいう形が必要でございますのでそれぞれの取り組みはそれぞれの館でということになるわけでございますけれども、例えば東京国立博物館でさまざまな取り組みしてございますので、そういった状況を各館にも情報提供して、取り組んでいっていただきたい、このように考えているところでございます横澤孝則さん。 今までもです、ね、あのい,ろいろんな取り組みをされてきた結果、まだあの1割というあの状態ですので、ここは改めてです、ね、あの今まで通りではなく、新たな取り組みとして前に進めていただきたいと思います。併せてあの聴覚障害の方あ、聴覚障害の方についても、えー、お伺いしたいと思います。平成30年に障害者文化芸術推進法が施行されてから、 視覚障害者向けの音声ガイドなども充実してきているという報道もあります。視覚に障害のある方が文化芸術品を手で触れて感じ取れるようなあの模型のようなものを整備するという、あの先進的な取り組みをしているところもあります。参議院の,あの見学のロビーにもです、ね、国会を手で触れて、あの触れれる模型が置いてあります。 まあ大臣もご存じだと思いますが、このようなあのやっぱり先進的な取り組みを、やっぱり文科省として、しっかりあの今回のこの法律案に合わせて進めていく必要があると思いますが、改めてえ取り組みをよろしくお願いいたします今と次長。博物館を中核とした文化クラスター推進事業、先ほど、 予算のことをご説明を申し上げましたけれども、その中でのバリアフリー対応として、私ども想定してございます、あの想定しているというのは、これで取り組むことは可能だということでございますけれども、他人合格等の訪日外国人等のインバウンド向けのほかにも、例えば文化施設内のスロープや障害物用のトイレ等の整備などに加えまして、視覚障害者向けの音声ガイドですとか、展示プログラムの制作、こういったバリアフリー化の取り組みを 支援していくこととしておりますので、こういった取り組みを各間でも進めていただきたいと、このように考えているところでございます横澤さん、はい、なかなかあのバリアフリー、バリアフリーっていう、文言は耳に入ってくるんですが具体的にどういうことを進めたらいいかっていうのは、これからあの特にあの計画を立てる自治体は、情報がないところもたくさんあると思いますので、ぜひ積極的にあの情報提供していただけるように、お願いを申し上げます。 それであのやっぱりあのこの税金を投入してですねあのこのような事業を進めるにあたってやっぱりあの普段あの目が届きにくいところこそですねあの整備を促進していく必要があると考えます改めてえ羽生田文科大臣この点についてご見解をお願い申し上げます萩生田大臣あのまあ言うならばですね自立をしているこういった施設についてはもうその 試みをさららに続けてもらえばいいいんだと思いますせっかくこの法案はどちらかというとその年間何十万人も人が集まる施設のすぐ近くにあるにもかかわらずその交通アクセスがなくてなかなか人を介入しないだけどすごくいいものあるんですよっていうものを地元でアピールしてもらって人を呼び込んだりすることが 大事だと思ってます。その取り組みをま省庁団でやっていこうというのがこの法案の大きな肝の一つです。合わせてですね、あの博物館や美術館を大きく見直す大きなきっかけになると思います。今先生ご指摘いただいたように。 バリアフリーっていいますと、どうしてもその段差がなくなることがバリアフリーかのようなことになっている一面もあるんですけれど、あのフルスペックでバリアフリーのこういった文化に触れることができる大きなきっかけの一方にしたいなと思ってますので、あのご指摘のあった点については、様々ざ目配りをしながらです、ね、最新の注意でいいものを作っていくように、自治体と連携しながらやっていきたいと思っています横澤則さん。ありりがとうございまました以上で質問を終わります 石川